な、いいか。向こうの世界で復活したギーゼが完全体になってしまった。おそらくこれが僕たちの最後の戦いになる。メサイアの名のもとに、メサイアの名のもとに未来を創生せよ。あれが破壊の竜神ギーゼの真の姿。あれはカズマさん。カズマー、虚無の要塞レリクス。Dear God, the upgrading of this world. New World Chaos, 23rd March on sale. Bushy Road. The world will be silenced before the destruction that I shall bring. I will definitely get you back with this hand. Vanguard G, Divine Dragon Apocrypha, now on sale. Introducing Gisei Pack. 一体何が起こってるの？よくわかんねえけど、多分あれが本当のギーゼなんだろ。あ、見て、誰か倒れています。鬼丸かずみさん、なんで、ひどい怪我。救急車。大丈夫だ。それより進藤君に伝えたいことがある。クロノに？知っての通り、世界各地に出現したゼロスドラゴンを取り込み、ギーゼが完全体となって蘇った。虚無の要塞レリクスの核となる部分に高いエネルギー反応がある。おそらく破壊の竜神ギーゼはそこにいる。一体どうなっちまったんだカズマは。まさかもう、いや、そんなはずは。おい、どうしたノア、大丈夫か。来る、そこに迫っている。破壊の竜神による滅びの始まりが。ったく、何だってんだあれは。
どうしてあんな巨大なものが突然に。始まったか、ついに。あ、これはレリクスから地球全域に降り注いでいる何かにより、各国の哨戒機、建物が次々とロストしている。一体何が。世界を沈黙せよ。なんだ。第5発電所、第7発電所沈黙。非常電源に切り替えます。イブキだ。誰から。振動ライブからだ。何。レリクスからの黒い落下物によって降臨の地が消滅した。消えたって。どういうこと。惑星クレイからの干渉を断ったのか。ギーゼは虚無を司る破壊神。その破壊の本質は虚無。レリクスから今降り注いでいる物体、触れたものすべてを溶かし吸収している。虚無はあらゆるものを飲み込み消滅させる。この世界に残るのは無だけです。これがギーゼの破壊。破壊の竜神がもたらす世界の終焉。全然繋がらない。こっちもです。変なものが現れたり、変なものが落ちてきたり。たく、何をやってるのよ。安城守るは。うわ、待ってください、羽島先輩。あ、太陽。僕のことはいいから、ひろき君は逃げて。バカ、そんなことできるか。これだ。うわ、こっちだ。うわ、あ、あ、うわ、太陽。あ、あ、太陽、太陽。ああ、ひろきくん、ひろきくん。形あるものに滅びを、命あるものに沈黙を。すべてのものよ、無へと帰るのだ。帰れ。いやだ。僕は捨てない。僕の過去を、僕の今までを、みんなと仲間たちと一緒に歩んだ思い出、そしてこれからを。太陽、太陽、太陽。だから僕は絶対に奪わせない。僕らの全てを、これからもみんなと歩む未来を。だってもう一人じゃない。こんなところでお前なんかにやられてたまるか。ファイトしろってのか。そうか、ヴァンガードは宇宙の真理を変える
この勝負受けて立つ。ファイトだ。行くぞ。エクシードでヴァンガードにアタック。で、はあ、で、よし、やっぱりファイトは有効だ。好き勝手やりやがって、覚悟しな。おりゃ。消えな。俺の炎で全てを焼き尽くす。よし、こいつはすげえぜ。息吹の読みが当たったわね。宇宙の真理に干渉し運命を変えるヴァンガード。ギーゼがファイトにより降臨したならば、その虚無に対しファイトが有効な手段となるのが道理。僕たちの戦いが惑星クレイで戦っているみんなにも力を与えるはずだ。取り戻そう、ギーゼの破壊によって失われたものを。僕たちのヴァンガードで。あ、はい。諦めない。僕はどんな状況になっても絶対に。それがストライダーズだ。マッチルモンスター。たちも戦える。なんだよ、今頃きっと伊吹さんたちも戦っているはず。僕たちも行こう。あ、やれやれ。いや、大丈夫かよ。乗れ。え、ひろきくん本気？ほんとすごいんです。カイさんもカムイさんも美咲さんもアイチさんも黒い奴らをガンガンやっつけています。おお、Q4 だけじゃない、僕らの仲間がすでに立ち上がっているようだ。すげえ。みんなバンガレー。前支部長に緊急通信。ヴァンガードファイトを持ってギーゼの虚無を打ち払え。マモルさんか、伊吹さんいますか。お、フロノ、お前ここにいたのかよ。よかった。ツネタ、お前なんで。進藤君、君にどうしても伝えたいことが。Version of the Bang Dream game is coming soon. Bang Dream Girls Band Party. Many game original songs. Play with cover songs from famous animes as well. Interact with animated characters. Enjoy their actions and conversations. Bang Dream Girls Band Party, coming spring 2018.マルさん、進藤君、君にどうしても伝えたいことがあるって。カズマからのメッセージだ。カズマからの。カズマは、すぐに医務室。
鬼丸さん、ちょっとこの異常事態早く何とかしなさい。あ、羽島先輩、早尾先輩、伊吹さん、俺たちも、僕たちも戦います。うわ、ダイヤ、クロノさん、これは。神道君はここにいます。神道君、俺はカズマを助けられなかった。そのせいでカズマは。鬼丸さん、神道君、あんな状態になってしまったが、カズマはまだいる。カズマは確かにまだいるんだ。どういうことですか、鬼丸さん。それは俺がここにいるのが何よりの証拠。俺が飛ばされたのは最後にカズマと会った場所だった。神道君、俺こそがメッセージ、カズマから君へのメッセージなんだ。カズマ、カズマはまだいるんだ。鬼丸さん、大丈夫ですか。クロノが戻ってきたら俺たちも虚無と戦うぞ。やりましょう。頑張る。シオン君がいるなら、うん、負けない。トコハちゃんと一緒に全部やっつけちゃおうね、ハイメ。そうだね。どうしたの？この後に及んで、まだなんか隠してるの？いや、隠すとか隠さないとかそういうのじゃなくて。何？ねえ、ハイメ。実はトライスリーのことなんだ。彼らは。カズマがいる？最後に俺はカズマの声を聞いた。疎まれても憎まれても仕方がないと思っていた。兄さん！兄さん！カズマはいる。頼む、神道君、カズマを、カズマを助けてくれ。カズマを、俺たちがレリクスに。何？俺たちは決めた。レリクスに乗り込む。そしてギーゼを倒す。メサイアは二つの星の行く末と、そして未来をお前たちの可能性に委ねた。もう今更言うことは何もない。キバシオン、神道クロノ、そして安城トコア、全てをお前たちに託す。はい、任せておけ。頼んだよ、トコア。兄さん、ん？行ってきます。トコア、ギーゼ、そしてカズマ、僕たちの手で決着をつける。そしてみんなの未来を切り開く。行くぞ、ミシエムフェ。
ハレ硬いなぁ、クロノン。もうカッチンコッチン。ギーゼが相手だからって浅草名物片焼きせんべいになるなんてナッシングオンドナンセンス。クロノはクロノ、シオンはシオン、トコハはトコハ、いつものヴァンガードをすればいいんだよ。そうですよ、ギーゼに僕らのヴァンガードを見せつけてやってください。そら、そんでもってギーゼをぶっ倒してこい。はいよ、クロノ。絶対に負けんじゃねえぞ。お前らトライスリーを倒すのは俺たち、ブニティドラゴンなんだからな。ああ、分かってる。ダンク闘魂注入。キバ君も、そしてトコハちゃんも。帰ってきたらまた一緒にコロッケパン食べようね。うん、いっぱいいっぱい。だからきっと、きっと帰ってくるよ。約束する。トコハちゃん、シオン君、俺もやれることは精一杯やるよ。だからシオン君も頑張って。はい。ああ、やだやだ、あんたたちに任せるの不安で仕方ないもん。でも、ま、私に勝ったんだから、ギーゼなんてちょろいわ。さあ、この通信を聞く全てのものに告げる。今、3人のファイターがギーゼとの決戦に臨もうとしている。彼らは我々の希望だ。だからほんの一瞬でもいい、共に祈ってほしい。彼らの無事を、そして彼らの勝利を。メサイアの加護のもとに。メサイアの加護のもとに、我らの未来を創生せよ。僕たちの先導者が行く。クロノ、トコハ、シオン、頼んだぞ。必ずカズマさんをみんなで連れて帰ってきてください。お前と勝負だ！
ねえ、覚えてる？初めてチームで戦った時のこと。トリドラとやった変なファイトか。あれ最低だったよな。初めて大会に出た時は名前はまだないってチーム名だったよね。あれからいろいろあったな。でもまさか宇宙にまで行くことになるなんてね。俺たちトライ3のファイト、奴に見せてやろうぜ。ああ、うん、覚悟しろ。ギーゼ！Bushiroad Spring Fest is back for 2018, featuring the Team League format for some of our popular titles. Receive attractive prizes just by taking part. Find out when a regional championship is happening near you. Bushiroad.